木場貞ダジ1906年2月21日から1996年8月14日は、実業家。東京帝国大学工学部機械工学科卒。父は、近代日本教育制度確立に貢献した、木場定長。昭和4年三菱商事に入社。昭和8年から4年半にわたり、三菱商事ビルリン支社勤務。昭和29年7月。 米国三菱商事会社取締役副社長に就任、帰国後は三菱商事名古屋支店長、同社取締役機械第三部長、取締役機械輸出部長、取締役機械総合部長、機械本部長等を経て昭和44年には専務取締役。その後昭和46年から三菱事務機械株式会社取締役社長、ついで相談役の後、 昭和56年に引退。これらと並行して、昭和52年からは株式会社東京国際貿易センター取締役社長を務めた。趣味も多彩、特にゴルフを得意とし、生涯にホールインワンを4回している。妻は、久原ふ之助の片腕となって、小坂鉱山道清練に成功した日本工業社長、竹内惚れ彦の長女、信子。子供は、 長男亭宮美、長女純子。孫に、木場澄江がいる。ありがとうございます。